皆さんおはこんばんちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ということで、出雲市駅に到着したところからだよ。さて、出雲市駅に到着したがどうするんだ？まあ、とりあえず、出雲大社に行くよ。出雲大社にはバスが出ているからバスで行くことができるよ。なるほど、そうなんだな。ということで、バスに乗車。これから出雲大社に向かうよ。ちなみに、駅に到着してすぐ乗ることができたんだけど、人が多かったので一本見送ったぜ。ということで、40分くらいで到着。おお、ここが出雲大社か。そうだね、いや懐かしい。懐かしいってどういうことだよ。前にも来たことがあるのよ。へえ、そうなんだ。その時は車だったから、車で大鳥居くぐったんだけどね。今は工事中みたいだね。ということで、鳥居をくぐって中へ。やっぱり大きいよな。鳥居もそうだけど、敷地自体もね。そうだね。八百万の神が集まるだけあるわね。そうだな。ということで、お参りしようと思うんだけど、小銭がないわね。いや、最近キャッシュレスでカードばっかり使ってたからね。おい、どうするんだ？仕方ないわね、千円札を入れましょう。神社も小銭の扱いに困ってるらしいし、いいじゃない。まあ、あんたがいいならいいと思うよ。ということでお参り。で、このめっちゃでかい日の丸だけど、近くで見ると本当に大きいよ。そうだね。これ結構重そうだな。そうだね、聞こえてきた話によると25キロあるらしいよ。国旗がね。マジか。断片的に聞こえた話だから間違ってたらごめんね。いや、まあ、にしても結構重そうだよな。そうだね。で、まあ、1時間半くらい出雲大社見て帰ろうかというところで仏を発見したよ。仏ってなんだよ？半枠でもだよね。もちろん、マスクなしってね。ああね。実は、ヤクモの中でツイッター見てたら予告のツイートが陰律で回ってきたんだよね。うわぁ、マジかぁ。って思ってたけどマジで会っちゃったね。あははは。まあ、もう帰るしいいじゃないか。せやね。あ、でさっき言ってた大鳥居はこれね。確かに大きいよな。今は、仮設の道があって、真下を避ける感じになっているよ。なるほど。で、帰りは電車で帰るよ。遅うか。まあ、電車で帰っても、バスで帰っても結局どっちも市畑グループだからあんまり関係ないんだけどね。あ、会社一緒なのか。まあそんな感じかな、市畑グループだしね。なるほど。で、電車はちょうど数分後に来るみたいね。おお、タイミング良かったな。で、駅舎は昭和に建てられたんだっけな？モダンで洋風の駅舎だね。で、駅には昔使ってた電車が保存されているよ。見るからに昔の電車だな。1928年に製造されたみたいね。それに2009年まで運用されてていたみたいだから、結構最近ね。で、実際に乗るのは奥に見えている新しい電車ね。おお、年の差は80年くらい離れているんだな。ホームからもしっかり見ることができるよ。で、切符はこんな感じ。車内は結構人がいたので写真はないよ。で、出雲市に帰ってきたよ。うん、でまだ4時過ぎだけどどうするんだぜ。そうだね、とりあえずホテルにチェックインしておくよ。ロッカーに預けてあった荷物を持っていくよ。あ、そういえば預けていたな。ということで、あとは少し休憩。わかったぜ。で、時刻は6時ごろ。温泉に入っていくよ。おお、温泉か。まあ、ちょっと早めだけどやることないのでね。建物はこんな感じだったわ。和風なのかね。そうだね。で、夜ご飯はコンビニで買ったよ。で、ここは10時頃の出雲市駅。いや何しに来たんだぜ。ね、ヤクモの時刻表見てたら国鉄色のヤクモが今から来るらしいのね。なるほど、撮影に来たのか。そういうこと。で、入場券を買ってホームに来たよ。車ではまだ時間があるみたいね。ということで、ヤクモが入線してきたよ。
かりだからね。で、まあ明日も見ることができるから、これでホテルに向かって休むことにするよ。わかったぜ。で、1日の終わりということでキリがいいので、短いですがここまでとします。では、ご視聴ありがとうございました。